坂本ちぃチャンネルにようこそ。ありがとうございます。今回は東京都町田市にある町田リス園にやってきています。ここ町田リス園ではリスとね触れ合えることができます。おいでおいで。リス園入るとすぐ左手、係員さんのいるゲートを2つくぐると台湾リスのいるエリアです。餌をね購入してリスとね触れ合いたいと思います。餌はひまわりの種、あの中にいるねスタッフさんから、買うことができました。おいしいね、おいしい、おいしいね。すごい持ってるんですけど。すごい。かわいいの。ないなった、ないなった、ないなった、ないなった。一気に持ってかれた。分かった。分かった、分かった。分かった。かかられる。かわいいんですけど。すごいかわいい。町田リス園にね僕は訪れるのは2回目です。実はね僕東京の町田市に住んでたことがあります。なのでね前に訪れた時は今から30年ほど前ですね。もう本当にねここのリス可愛くて、当時もあの台湾リスだったと思うんですけど、まあ、よくね人慣れしていて、それでねモフモフしてるんですけど、結構ね乗ってきた時に重さ感じるんですよね。ずっしりというか割にねずっしり重さも感じます。まあリスたちは餌を求めてね群がってきてるだけだと思うんですけど、まあね人生においてこんなにね激しく求められるというか群がってこられることもあまりないんで、まあ人気者にねなったような気分になってしまいます。群がってくる子もね可愛いんですけど、木の上でね佇んでるリスがいたり、うとうとしている子がいたりね、またお尻だけ出してるやつとか顔だけ出てるリスがいたりね、本当にね可愛い表情が、あこの子はね木をガリガリかじってました。水分補給をしている子がいたり、またねおいでおいでって呼ぶとまっしぐらにね駆け寄ってきてくれます。もう本当にねあの可愛いです。今回紹介した町田リス園ですが、まあね動物好きの方はもちろん、人気者に、ね、なりたい方も、まあ、ちっちゃな子からねお年寄りまで、ね、あのリスたちが人気者にしてくれると思いますんで、よろしければお尋ねください。それではねこれからも坂本ちぃチャンネルよろしくお願いします。ありがとうございました。